あ、メタルハーバー抜けて、うん、ジャングルの中来たね。もう大丈夫だろう。あれはこのムービーか。はい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 、これも有名らしいですよね。偽物フェイクは君の方じゃないのか。いや、フェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎる。言わせておけばもう覚えてんだ、セリフ覚えてんだね。このセリフみんな言うでしょ。さすがだな。うわ来た、シャドウ戦か。シャドウ戦早速。うわどうすんだろう。ちょっと待って、シャドウと肉弾戦っすね。とりあえずリングは、あいつにリング拾わせないようにしようぜ。確かに普通に体力制なんですけどね。どうすんだこれ、どうしよう。攻撃を与えていこう。隙を見つけて。隙はあるのか。待って、ビッグいるじゃん。ビッグ怖い怖い怖い。ビッグよく言ったら、鉄線のとこにもかけないってことね。鉄格子の下にビッグ発見しました。には全部には隠れてないんじゃないかな。マジで。確か。そうなんだ。ここにもいたんかよ。怖っ。いや、ホーミングアタックが弾かれちゃうな。ジャンプ弾かれちゃうんで。ここ。うわ、マジか。カウントもらった。完璧なカウント。危ない。さすが。究極生命体。まずい、リングが。怖いぞ。危ない。リング1枚あればいい。サマーソルトはどうだ。こいつ。お、ギリギリ立ち止まる。お尺なことしてくるね。手柵ってこう、この柵に。あ、待って、むずい。こいつ。シャドウ戦むずい。シャドウの場所取りがお尺っすね。ポジションが確かに。うん。好きか。なんかボーッとする時間があるのかな。これか。ちょっとボーッとしてるよね。ホーミング型怖いか。弾かれないのか。来いオラ。ここか。はい、オッケー。いいね、よしよしよし。攻撃した後試案タイムがあるね。なるほど、うん、ちょっと考える時間に、うん、そこを狙ってホーミングか。だいぶボーっとしてんなシャドウ、大丈夫か。なんかね、本当にそこ向いてボーっとなんか外を眺める時間あるな、うん、どうした嫌なことあったん、ね、そんなに考える時間必要か。おい、ちょっと待って、全然隙見せねえな。もしかしてホーミングアタックした後目回ってる。あ、そういうこと。こいつ、あ、ちょ、むずい、落っこっちゃうからな。場外に行かないように注意して。ここ、いいぞ。お、行かないか。あ、こいつ長いホーミングが。いいね、向こうのホーミング精度が高い。シャドウ強いね。え、強いな。行かないか。攻撃した後のこっちの隙をついてくるね。あの端っこにいられるといけないんだけど、ホーミング確定判断。ねえ、ちょっとそこいけないんだけど、怖くて。一回死んでるからね。よし、オッケー、ラスト1くらいか。我慢比べだな。なんか言ってますね。なんか言ってた。ただのハリネズミではないようだな。なんか言ってた。ここだ。長い。強い。こいつ強い。長すぎるホーミング。向こうのがスペック上なのか。フェイクのくせに。フェイク回りされてるの。こちらはここ、クソ長い。これ強いね。ダメだ。うー、まずい。負けない。いいぞ。くそ、そのギリギリにいるの。ここか。ダメか。来る。オッケー、一回走って、弾き返して、ここ一回走って、熱い戦い、ここだ。くっ、ここか。殴り合え。強いね。あー、くそ、硬い。すごい戦い。オッケー、よーラッシュ、ラッシュで急カーブをホービングして退けたぜ、シャドウ。どこが映ってたこれ、シャドウ。足首だった今、ね、何？クリーンフォレスト。え、8分以内から島から脱出しろってこと。カウントダウンありか。ということですか。シャドウめちゃくちゃ空いてますよ。何をしておる。早くせんと貴様も島ごと吹き飛んでしまうぞ。え、なんだって。どういう状況、島ごと。どんな規模で爆弾仕掛けてんだよ。シャドウ追いかけるか。今は脱出が先だ。エミーたちにも知らせないと。あ、なんか脱出するんだ、ジャングルから、うん、なんか島ごと爆発するんだけど。閉まりますけども、まあ、どういう展開なのかちょっとよくわからないかと思いますので。そうだよね、まあ、あらすじをね、話そうかなと思うんですけど。ちょ、走ってていいかこれ、大丈夫か。時間が8分なんだけど。そうだよね、時間制限もあるから悠長に今までみたいにあらすじ説明ができないので。そうだよね。このゲームにはですね、実はあらすじをソニックが教えてくれるという機能がありまして。あ、そうなん。ちょっとそれを使いましょうか。はい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 。一旦メニュー画面に戻りましょう。ストーリーセレクト。というわけで、あのストーリーセレクトに戻ってきたんで、うん、ここでもう一回ヒーローの方を選んでいただくと、うん、
の話でね。あ、しかも喋ってくれる。喋ってくれるんですよ。あと一歩でシャドウとの蹴りがつきそうだったが、そうも言っていられなくなった。へい、こうなりゃ島から脱出する方が先だ。エミーやテイルスたちにも知らせないと。おー、フルボイスで。そうなんですよ。フルボイスで喋るあらすじっていうのがありまして。なるほど。ステージ前とか、ボス戦前とかね。うんうん、そういうところで喋ってくれると。なるほどね。またムービーになっちゃいましたけど。はいはい。で、またこのムービーから見れると。何をしておる？メタルハーバー抜けて、このジャングルにやってきたけど、うん。まあ、シャドウと戦って、グダグダやってる間にエッグマが爆弾を仕掛けてた、うん、島に島全体にどんな労力をかけたのかってことだけどね。で、近くにいるエミーやティーレスにも知らせないとということで、うん、ソニック走り出す。そうだね。制限時間は8分、爆発する前に島を脱出。そうっす。いけんのかい。単独でね、こっちまで来てたってことだよね。そうだよね、うん、テイルスやエミーと爆弾仕掛けられてるから逃げようって喋ってるだけで8分くらいちょっとなんか経っちゃいそうなぐらいの、そんな時間だけどな。そうか、まあつべこべ言わずに脱出しようぜということなんだな。OK、そうか、ライトダッシュも手に入れてるから、うん、出てくるな、アクションウィンドウに。うわ、すげえステージ。何これ、ステージ、ジャングルにも軍がいっぱい。距離が、あんま敵に構ってらんないか。うわ、長い、ね、くっそ、むずい。距離がある、焦らせる。グダグダやってらんねえか。表示もなんかこう赤と黄色にピカピカ光って。そうだよね、焦らせるから。うわ、焦らせるな。いいよ、走り抜けろ、うん、敵はどんどん無視してゴール優先でいこう、うん、いや、なんか両耳で鳴ってるギターサウンドもむっちゃかっこいいんだけどあんまり聞いてらんねえな、うん、名曲ですよね、ここも。そうなんだ、グリーンフォレスト、グリーンフォレスト。いや、すげえステージだな。ハーフパイプを走り抜けて、うわー、あー、カーブがむずい。かっこよく決めてくださいよ。カーブ難しいんだって。なにこれ、まずい、上に上がってきちゃった。グラインドは、グラインドがある、グラインド用意されてるんだ。スタみたいのがあって、これ、そうか、左に流れてたのも、うん、グラインドのスターだったのか。見えてるね、このカーブむずいぞ、うん、オッケー。意外と繊細な作業を要する。あー、むずいって。お、ここに来て苦戦してますね。難しいな、グリーンフォレスト。あ、ちょっとスピードが出すぎると。ソニックステージを3つ目になり、難易度も上がってきているか。いや、そうね、シティエスケープ、メタルハーバー超えて、ソニック力ついてきてると思ったのに、これむずすぎる。ジャングルは難しいステージが多いという印象もあるわ。ほっ、確実に？よし、パンパン。見逃さずに。オッケー。中間。よしよしよし。まだ6分か、うん、まあ、ステージがどんぐらいの長さかわかんないけど、こっちついていけば全然間に合うタイプですね。 OK、 ありえないぐらいでかいトンボいる。ちょっと一旦チャオキーも無視して進みますよ、うん、こういう時代設定なんだろうなめちゃめちゃでかいのいるよね。よいしょ、 OK、 ここだけ白脇みたいな状態になってるさっき、ありがとう。 OK、 パンパン乗りついて。あ、これ助かるね。ループの端っこのリングが取れねえから磁力バリアでかき集めろ、うん、いいよ。なにこのアクション、バチージャンプ、バチージャンプ、どこまで行く。下にバルーンがある。バルーン、あれ触れたのか。あ、危ない。よし、まあ、反応してスピードアップ、スピードアップだ、駆け抜けろ。ありがとうございます、ソングで。いいね、スピードアップの BGM。よーし、青空が見えてきた。この先ゴールは近いか、ゴールは近いぞ。なんだこのルート、待って、登りきれない。待って、どこ、バンパーある、届かない、ここか。よし、危ない、オーサム、よっしゃ、おい、あ、超むず、焦らせるね。タイムはね、意外と、あ、余裕あるんですけど、ね、そっか、3分以内か、終わってみれば。うわ、すげえ長く感じた苦戦してたね。あー、ランク D か。ここでもうまく走れたらすげえ気持ちよさそうだな、うん、おい、ちょっと軍施設エッグもやりすぎてるって、笑えないって一つの島を完全に消滅させちゃったね。いったな、思い切ったね。あ、ちょっと余韻に浸る間もなく
ナックルズパート、うん、なんかまたすげえステージだな。ハロウィンタウンじゃん。ハロウィンカボチャがたくさんある山来たね。ここはなんてステージだっけ。パンプキンヒル。パンプキン、ね、え待ってレベルアップアイテムだ。これもいいレベルアップ出た。シャベルクロー前作でもおなじみの。はいはいはい。地面や壁を掘ることができる。空中や壁登り中に B ボタンを押すかアクションウィンドウで掘るを選択。なるほど、こういうこと。ラッキーだね。なんでワンアップ。やったー、掘れるようになったぜ。身の当たらない場所。これでじゃあ地面とか壁とかも掘れるようになったから、うん、そうね、埋まってるエメラルドにもアプローチできると。そういうことだ。なるほど。アドベンチャー1の時は壁は掘れなかったんだけど、うんうんうん、今作では壁も掘れるし。あ、壁も掘れるのか、うん、こういうことだ。壁の中にもアイテムあってる。はいはいはい、めっちゃある、うん、ゴールドラッシュ。あ、なんかいろいろ出てくるね。いろいろ出てくる。へ、なるほどな。リングに困ったときは壁を掘っていこうね、うん、これ何動いてる。下のなんか列車の、あ、それは関係ないか。列車のレールが動いた、うん、列車のレールとか扉とかが動いてた気がする、ね、はあはあ、うん。え、てかむっちゃ広いな。広いね。パンプキンヒルは3つの山が中心になってるのかな。はあはあはあ、うん、どこから行こう。向こうのなんか教会みたいな、うん、教会の方か一番高い山か今いるところかって感じか。 OK でしょ。城の方行ってみようか。この辺は反応なかったし、広い。うわすげえな。あ、反応あり。よしよしよし、めちゃめちゃ広い。このステージはビジュアルもすごい印象に残るから、曲も相まって人気ステージですね。なるほど。これ明智くんのお気に入りの曲だよね。そうだ。あ、ゴーストパンプキンスープみたいな。パンプキンスープ、うん、名前なんですけど、本当なんかハロウィンハロウィンしたステージなのか。ナックルズのその BGM っていうのは全部のステージがラップ曲なんだよね。あ、そうなん。うん、確かハニットピーっていう名前のラッパーさんが歌ってくれてるんですけど。ほうほうほう、合わせ。ナックルズのなんかぼやきだったり。大丈夫か。なんとか壁を掴んで耐えた耐えた。え、ちょっと難しくなってきてるな。ステージの中盤ですからね。え、そう、のチュートリアルは終わって本格的になってきてる。え、そうだよね。結構難易度上がってきてるな。反応あるんだけどね。身の当たらないところって言ったから下の方だったりするのかな。お、お、この辺か。下の方っぽいな。奥、お、あ、あった、あったぞ、あったあった、よし、なに、うぅ驚かせやがって。オッケーオッケー、よし、1個目見つけたぞ。危ない、ここに追いかけられて。ちょっと高いところからまた見下ろしてみよう、うん、ちょっと曲の解説が途中だったけど、うん、そのナックルズの曲っていうのは全部ちゃんと歌詞がナックルズの心情を歌っていて、へえ、なんかこのパンプキンヒルに来てお化けが気になるけど頑張るぜみたいな。あ、そうだ、そんなような歌なんですよね。かわいい歌詞、確かにお化けだらけだもんな、うん、気にせず頑張って、うん、エメラルド探そうな。さっさと見つけちゃえばこのパンプキンヒルともおさらばだぜ。この一番高い山、うん、反応なさそうだな。ヒントを見てみますか、うん、パンプキンマジン。パンプキンだらけなんだけどな、わかんねえな。パンプキンマジン、あ、台座じゃん、うん、あるね、見る。懐かしい感じがする、懐かしい感じがすると、まあ、確かに見た目はちょっとティカルともいた神殿に似ているような気もする。はあはあはあ、古代ナックルズ族のなんか関連施設みたいだね。はあはあはあ、なんだろう、うん、パンプキンの山、ここ全然反応ないな。さっきの列車の方行ってみるか、うん、上空でも反応してくれるかな。反応ないね。うん、次のヒントは壁の中。ざっくりしてんな。そう言われてもなって感じだね。こっちはどうだ。
あ、反応ねえな。お山のふもとにあるパンプキン祭壇の壁。えん、何を言うてまんの。お山のふもとだからパンプキンの山なのかな。山のふもと、これ最初のところか、うん、山のふもと、山、パンプキンのお山茶王って言ってたよな、うん、一番高い山だね。はいはいはい、ちょっとそれに登ってみるか。次はあれかな、教会じゃないかな、教会の方か。お山、お山、こっちか、これ、これのふもと、うん、一個のエメラルドに対してヒントは3つまでなんで。お、あ、そうなんだ。お、いいぞ。あ、来た、これがパッキンマジ壁の中にあるっつったな。うわー、くそが拾えるんだ。ナックルズが仮装してるみたいになってるけど、これの壁の中、あ、この辺か、ダメか、ここやったー、よし、2つ目ゲット。ちょっと上だとダメなんだね。ね、結構シビアなんだな、おる位置にも注意だね。オッケーオッケー。あ、この滑っちゃうの怖えよな、うん、ナックルズの滑空があるから安心して飛んでるけど、普通に落ちたらゲームオーバーだよね。そうだね。このステージは落ちても大丈夫だったかな、ちょっとどうだったかな、なんか落ちても大丈夫なステージもあった気がするんだよね。そうなんだ、うん、いや、だいぶ高いステージだよこれ、うん、落ちたら無事じゃ済まないぜ。悪いことをするとこうなる、うん、何、なんだろう、いじめられるのかな、いじめられてる何かがあんのかな、オブジェクトとして、うん、いじめられかぼちゃいるかな、どっかに。怒られかぼちゃみたいな、怒られかぼちゃ、こっちはまだ行ってないよな。あ、来たか、これ下の列車のやつか。はいはいはい、え、どこだろう、ほら、うん、反応ないね。こっちは、これ危ねえんだよな、新しいエリア、ミサイルを発射して、お、先にはコンテナ壊せた。レア小動物か、なんもないね。あ、なんもない、なんで、なんで、くそ、なんかもうあったっけ、最初の方に手に入れてたのかな、小動物を手に入れてたかもしれない。あー、なんか動き回ってるけどレーダー全然来ないな。金の山はもう結構いろいろ見たからね。そうだよな、教会あたりとかまだ見てないんじゃない。教会上の方は見たけど、ちょっと下の方見てみるか。そうだ、あー微妙か、うん、反応ないね。これはそうか、日陰のエメラルドの線だったんだ。はい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 、カメラ、いや、むずいわ、うん、自由に動かせる分ちょっとこの操作がやっぱ難しくなってるね。そう、ステージも広いしね。ね、これめちゃめちゃ時間かかるぜ。あ、ん、あのかぼちゃのタワーのうち、うん、あれだけ表情が違うな。あ、向こうもか、でも表情が違うのいるね。いじめられるとなんかへこんだ表情になるって話かな。あ、そういうこと。ちょっとそっちに行ってみるか。そうだ、確かにこの辺にも反応がある可能性が全然あるから。あ、ヒント、テレビがお化け列車のお山付近、うん、列車なんだ。あ、お化け列車か、列車は向こうだっけ。これでかいお化けかぼちゃのやつじゃないかな、こっちは。お山、列車は、列車、列車はこっちじゃない、ね、列車どこだ、列車探すか。あの表情がヒントかなと思ったけど、うん、列車どこ、列車下見たいけど、これ下は見れないんだよな、ね、教会の山でもお化け山でもなくて、列車、列車、列車、でもあそこにも列車いるね。列車あるけど、でもこの列車ではないんだろうな、きっと。ああ、そうなんだ、列車の山ってことは、あのさっきスイッチをしてたこの辺の山だよ。はい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 、この辺のふもと、
全然反応ないね。そうだね。難しくない？ねえ、ここに来てめちゃくちゃ難しいお題来たね。ヒントもう一個ぐらい見れるんじゃないかな。スタートボタン押すと一応今まで見たヒントがおさらいできるんだけど。ほうほうほう。これで二つだからもう一個ヒント見れるね。なるほど。ヒントボールどこだ？これ触ったらどうなんだ？おお。ここが切り替わってお化け列車出てくるじゃん。出た。お化け列車が出てきたところで感あるけど、ここを往復するようになるのか。いや、わかんねえ。わかんないね。ヒントテレビどこだろう。あぶね。あったあった、これだ。第3ヒントは離れた場所にあるお墓の下。離れた場所。じゃあその列車の山からちょっと離れてると思って。いいよ、なんかバルーン乗り継いで。でもお墓はないな。離れた場所のお墓、うん、どこから離れたと言っているのか。お化け列車のお山付近、離れた場所にあるお墓の下、うん、悪いことするとこうなる。島流しってことなの。はあ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 。おおお、反応してる。すごい、近い近い。急にどこだ。え、あの辺飛び回したら反応あったけど、どこだ。ん、下の方ではある。ここか、この辺。お、あ、反応きた反応きた。こっちか、これか、これだ。お墓きた。掘るのかな。あー、見つかった。めっちゃむずいって。めっちゃむずかったね、本当に。全然反応なかった。あ、キプレイヤーから見てもちょっとむずめだった。 うわー、これはしょうがねえか。まだまだだな。いやー、なるほどね。いや、ハマると時間かかるね。難しくなってきたね。ヒントを使っても難しいときは難しい。なるほどなー。ん？エッグマン TV。 急に始まりましたね。え、あ、怖い子。怖い想定じゃないと思うんだけど、怖い表情の子だったな今。セガ顔だよね。びっくりした。当時の明智もあの女の子に怯えてたわ。怖いよね、ちょっと怖い。怖い想定じゃないと思うんだけどね。お、これは崩れて、ナッツみたいな惑星が崩れてエッグマンフェイスに。エッグマンフェイス、これが噂のスペースコロニー。あ、これがスペースコロニー。うん、何が起こるんです。デモンストレーション。鼻が開いて、やばそうな力。え、ミーブ。危ないよ、地球かすめて。レーザーが流れていって、これ月、月、月が。おい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 、人類の目の前で月が跳ね返して。どんなパワー。これ重力も変わっちゃうんじゃないですか。確かに。なんかいろいろ影響出そうですけど大丈夫。本格的な侵略に進めているエッグマンが。24時間後あれを地球に向かって放つって。月が半分なくなっちゃってる。そんなテンション。でもあんなすごいエネルギーどうやって。カオスエメラルドだ。割と冷静。みんな割と冷静だな。持ってる。もうテイルス、お前テイルス持ってんの。ああ、まだ指名手配中だから。そうなんだよな。やってる場合かい。巻き込まれちゃってんだ、エミちゃんも。あんまり悪いことしてないんだけどね。あ、でもマソニックを脱獄させたんだね。そうだよね。無所ともってことでしょ。ミッションストリート。さあ、
テイルスステージ、うん、まあ、ここはもうしっかり、まあ、ソニックたちと合流したテイルスたちが、まあこのね、あのデモンストレーションを見て驚愕をして、じゃあエッグマンの居場所に向かっていこうぜという、はいはいはい、そういう状態ですね。エメラルドの力を使ってあのビームを放ったから、うん、そのテイルスの持ってるエメラルドとこう引き合う性質を生かして、こうエッグマンの場所を逆探知するっていう話なんだよね、うん、そうだね。なるほど、これはじゃあ本当にエッグマンの場所に向かって、うん、テイルスをサイクルに乗り込み歩みを進めている状態だ、うん、そういうことだ。でもあんな大事件があった後だから、もう大混乱の夜の街の中をね突き進んでいくという、はいはいはい、そういうことだ。右からでいいのか、通れるんだね。 OKOK、 うわなんかいいね、うん、あのスピードハイウェイ味があって。そうだね、待って崩れる、下にも道があるぞ。あ、下に行くのかな、先進めないもんな。 OK、うん、城は後ろ名もなし、すごい背景がきらびやか。そうだね、こんな街だったね、大都会を進んでいく、うん、これ左になんかあるっしょ。おおマジか、そんなアイテムがあるとは、さすがに小動物ぐらいかと思ってた。ブースター来た、来たね、やった、こっから始まるぞ。ジャンプ中にもう一度 A ボタンを押し続けるとホバー移動することができる。うん、シンプルな、ね、こうか、足畳んで、来た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 、明智くんもパート1でブースター手に入れてからが真のスタートみたいな話もしてましたから、これでもうだいぶ楽になるよね。始まったぞ、うん、テイルス戦、うん、こういうことね、うん、オッケーオッケー、確かに快適、うん、オッケー、およっ、あ、いけないか、これで上に行くんじゃねえかな、うん、ほっ何なんだろうね、このオブジェは確かにね、見た目がゴツすぎるけど、街にある謎のオブジェ、謎の浮遊物体。あ、こっちか、これ上がれるのか。あ、ティールスが捕まって、そんな重量でいけんだサイクロン、これすごいことになってない今ティールス左腕だけで支えてるね、バキバキだな、ティールス仕上がってんね。サイクロンが実はめちゃめちゃ軽いのかな。でもテイルスはナックスとソニックをぶら下げて飛べますからね。そうか、実はめちゃくちゃマッスルなんだよ。すごっ、実はパワータイプ。テイルスが指名手配されちゃってるよ。本当だ、100万ドルの懸賞金がかけられてる。ブースターで切り抜けて、いいじゃん、気をつけろ、ほっ、オッケー、ブースター快適だな。いいよ、まとめてロックして、檻が一応塞いでいるんで、相手の敵は通る、あ、攻撃は通るんだ、危ない。 OK、 ロケットで鉄格子壊して、でブースターで戻っちゃおうっちゅう話ね。よし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 、慣れてきた、うん、 OKOK、 壊したよ、壊した、上から見られてんな、あれ、うわすごいね、ここ柱をなぎ倒して、え、どうなってんだこのオブジェ何、わかりません通行止めにしてたのかなそれにしても大掛かりだけど、 OK、 柱なぎ倒してバルーン壊して、今のはメディカルキット、うん、体力回復か、体力回復、レアアイテムだな、ここぐらいでしか見ることのできないアイテム、これで登れるかな、よっ、ビット飛ばしてくるよ、気をつけろ、いいよ、崩れるの待って、ほっ、いいね、ほ、下に、よし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 、下にいましたよ、ちょっと見れないかな、難しいかな、下になんかいた、ビッグか、見えないか、下にビッグいた、あ、ちょっとブースターで頑張れないか、あ、ビッグだ、見えますか、あ、なんかに中央下にビッグが何をやってんだよあそこで、見つけらんねえよこれお前お前どんなとこいんだよどうした何があった、すごい、ね、影が見えた、危な、あ、これそういうことでしょ、よく見ていた、危ね、よね、影を飛び越す、影を踏まなければ、あ、これでいけるんだ、落ちてこないんだ、
ね。どういう仕組み？わかりませんけどね。そういうこと？見えねえセンサーがあんのかね。この床の方に感知するセンサーがついたってことか。謎の技術。無駄な技術だな。てか軍のロボットどんだけいいんだよ。めちゃめちゃやっぱ追われてるな。OK、看板も壊して。これ落っこっちゃうでしょ。落ちるかもね。すぐに飛ぶか、外から飛べるか。ほっ、お、いけるんだね。よし、ブースター意外と距離が軽い。いいね、飛距離伸びるよね。怖っ。落ちたらミスか。怖いね。これ落ちたらミスなんだ。これめっちゃ怖い。おお、この繊細なズーテのでかいサイクロン。あべね、繊細に操作して、よいしょ。このソニックシリーズを彷彿とさせるエリアだね。確かにクラシックでもこんなのあるね。いいよ、慎重慎重。伝説のチョコボみたいのいる。ファイヤーバード、これどうすんだ。し、3つの箱かね。あ、まだ壊せないんで、いつか壊せるようになるのか。これがパワーアップしてからじゃなきゃダメだ。はい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 、ね、ちょちょ、これは諦めて。いった、激しい動き。ゴリラが落ちちゃう。まずい、大丈夫か。ゴリラ、あれは救えねえ。よけ、くっそ、絡みついてくる。あと軽くんだ。おちょ、一旦引いて倒しちゃって。はい、倒せたっぽいね。うん、ここ、うわあ、いい ね、あ、ブーストアクション面白いな、ね、ん、あ、これ登っていくのか。登れるか。うわあ、そういうこと。よいしょ、おい、オッケー。いやー、いいし、スリルがあるね。いやー、むずいし、スリル満点なステージだな。あれ、いいね、よしよし、盛り上がるね。いや、面白いな。死んだ、地震。大丈夫か。地震起きてないよ。どうした、どうした。危険を事前に察知して地震が来ると。ここが揺れんのかな。ちょっとブースター飛んでっちゃおうか。それも一つの手だ。ほっ、関係ねえのかい。あれ、いやいや、話しないでしょ。さすがに小学生の工作じゃないんだからさ。ぐちゃぐちゃなさ。こう繋げてるんだけど。オッケーオッケー、いいよ、コンテナ乗り越えて。どけどけ、バリケード邪魔だ。罪に罪を重ねていく。なんだ、上かな。落ちてくるものにも気をつける。なんか落ちてくるみたいですね。プランターとか落としてる。あれか、危ない、下が崩れたのか。あぶね、危ねえ、ぺしゃんこになるところだ。危ねえ。オッケーオッケー、ショッピングモールを駆け抜けていって、うん、戻ってきて、うん、めっちゃ車止まってる。全部全部投げ倒しちゃおう。ゴールがあるぞ。オッケー、ラストスパート。まだいるな、まだ上崩れる。あれ、はい、オッケーオッケー、しっかりと引いて。まだ崩れるか、大丈夫か。よし、月が崩されてなんか天変地異が起きちゃったの。確かにおかしくもなるよな。ゴール周辺何もないか。何もなさそうか。なさそうね。オッケーでーす。じゃあゴールリング、イエー、よーし、イエー、面白い、綺麗なステージ。確かに、ミッションストリート、ミッションストリートだね。いや、いいね。お、よいしょ、こんなもんかな。タンクシーマジで毎回曲いいのに、もうゲームに集中して全然聞けないよ。そうなんだよね。サウンドテストでじっくり聞いてください。サウンドテストあるんですか？ありますよ。うい。サウンドテストあるんだよ。お、ナックルズパート。うん。ステージ8、アクアティックマイン。そうだね。ピチピチチャパチャパ言ってんな、耳元で。水中ステージだね。うんうん。ということは手強いっすよ。そういうことだ、溺れる可能性あるんだ、うん、これ要はそのさっきのパンプキンヒルの、うん、さらに鉱山の中に入ってきたっていうことですね。だからまだお化けの山のエリアですよ。なるほど、うん、骸骨とかも落ちてるもんな。お化けだらけだから気を抜かないようにね。反応あるな、うわ、すげえ空間、うん、ヒントを3つつ、荷物置き場のドラム缶、うん、これか、うん、お、不思議な扉ある。え、あ、え、このなんか台座と
あれすんのかな。確かに見た目が近いもんね。関わりそうだよね、うん、こいつ懐かしいんでばっかだな全然なんか影響しようとしないじゃん。取れないのかな。あ、つかめないわ、うん、何も影響を与えられないね、まあ、この台座に何かするアイテムを手に入れるんだろうな、うん、一旦それ待ちか。これなんだろう。3番、3番スイッチをやみくもに押してみた、うん、意味はわからないまま何が起きたのかな。でも緑に反応してるね。あ、水抜けてる。水がなくなってる。はいはい、そういうことか。水をね、水位を下げて、うん、真ん中にあるのが水力リフト。これか、うん、ちょっと下の方見るか。はいはいはい、水位が下がって一番下まで下がったってことだよね。なるほど、かなり見れる範囲も広がったな。うん、なんかちょっと上に反応があるんだけど、どこだ、この下か。いいね、水位を下げたから入れるような秘密のルートがある。はいはいはい、あ、潜れる、もしかして、うん、あ、結構潜れる。待って待って、怖い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 、潜れすぎだって。あ、このドリルクローの勢いで一気にいけんだ。ずっといけるね。はいはいはい、待って、これいくの、怖っ。いけますか。いや怖いって。てか反応が遠のいてるから、うん、今じゃないのかな、まあ、ここはね、関係ないのかもね。うわ、むずそう。黄色になったぞ。どこだ、この辺っぽい、この上か、うん、この辺っぽいよ。お、この人ゴールドもいる。よし、これか。ヒントなしで、なんかドラム缶って言ってたね。一応言ってたか。オッケーオッケー、ドラム缶の中か。縦並び骸骨を出した。縦並び骸骨、それだけだと何にも分かんない。ちょっとそうだね、うん、これなんだ、おもちゃが2体に、うん、オッケー、うん、じゃあはいはいはい、今3のスイッチを押して一番低い状態だから、うん、2とかに締めるか、うん、これで一つ下までいったとかね。はいはいはい、ここまでは水が、うん、上ってきたよと。これでいけるところが増えてたりとかするのかな。うわ、結構マジで水中も自由に動けるな、うん、ナックルズは別に金槌じゃないからね。あ、そうか、ソニックと違って、うん、泳げますよと。あ、パクじゃないこれ。パクだね。え、パクしないの。パクしないんすよね。パクのない寂しい呼吸ですね。パクしねえんだ。水中呼吸はパクしないっす。ソニックアドベンチャー2、なんでクラシックからの脱却っていうことで、ね、ああもう完全にパクいらないでしょってあ、会議の中で削減が決定されたのか。そうなんですよね。寂しいね。ね、地にするとどうだ。あ、一番上までね。ここまで水位が上がってきてるけど。反応ある。本当だ。どこだ。ん？こっちの方だな。え、どこだろう。こっちか。しない。ここは？上か下か？あ、これじゃないか。ドクロが3つ並んでんのかなと思ったけど、うん、茂みたい。ドクロ2つ並んでんね。あれ、どこだ。この辺に反応があるんだけど。下なのかな。お、黄色になった。来た。黄色？黄色になる瞬間あるな。下の方だな。下か。下だね。え？どこだ？ちょっと水位を上げるか。水位を下げるか、うん。今上がりきってるから、ちょっと2にして。うん。この辺。そうだね。この辺っぽい。こっち
ちか。ん？ん？もっと下なのかな。じゃあ3にするか。うん。あ、こっち行けるじゃん。お、行ったことないエリア。あら。あ、え、これ3にしたらいけそうだな。うん。じゃヒント見るか。お化けのコーション看板の奥の部屋。何？え、さっきの？あったよね、さっきコーション看板。コーション看板ってこれか。これだ。あ、さっき潜ろうとしてたとこ？これの下？マジ？行かされるんだね。行くん？マジか、うん。ちょっと待ってよ。とりあえず3にするわ。3のスイッチは上か。上にもう一回行きたいから、うん、水位を一旦上げ切っちゃって。はいはいはい。で、この上にね。ってことですね。うんうん。うん、なかなか仕掛けがね、トリッキーですよね。ほんとそうだな。頭使わされるのよね。よし、上の部屋に来て、3番押して、一番水位が下がってる状態なので、コーション看板、コーション看板。このもう一個下か？一番下になっちゃう。あ、そうか。コーション。来た。これか。この先に行くんだ。マジ？はいはいはい、ここだよね。本当に？行くの？まあでもそうなんだろうね。ヒントで言ってたよな、うん、お化けのコーション看板の奥の部屋。これだよな。行くって言うなら行くしかないね。潜ってそこダッシュ版行って、うん、もうそこからぶっつけ本番よ。マックの潜水スキルで行くぞ。頑張れ。よいしょ。オッケー。こっちか。手前に走り抜けて。頑張れ。上がれるか。ないが。上がれないぞ。大丈夫か。さらに潜っていくしかないか。行け。ビビれだ。ダンジョン。潜るしかない。やばい。やばい。何？進め進め。ここ上がれる か, 大丈夫か。やばい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 。上がれ上がれ。この目だ。行け行け行け。上がれ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 。上がれ。レベルアップいきます。来た。来た。あ、来た。上がりきった。レベルアップアイテム来た。エアネックレス。酸素を送り出すネックレス型酸素ボンベ。水中で息継ぎが不要になる。価値化が来たー。やったー。最高アイテム手に入れたじゃん。やったー。おい、エアネックレス、これは嬉しいねー。来たー。でもこの空間なんもないよね、うん、あれじゃあ何だったんだろうね、あのヒントは。え、確かに、うん、え、ここにここにエメラルドがあると聞いてきたんですけど。あ、なんかいる。やった、ドラゴン。え、レア小動物。レア小動物ドラゴンが。やったー。こんなとこにいた。ラッキーだね。オッケーオッケー。あとエメラルドなしで、これでもうちょっと水を自由に泳ぎ切れるので、うん、これは恐れるに足らず。うわ、最高アイテム来た。 いいアイテム手に入れたね。やったー。これを持ってるか持ってないかでだいぶ変わってくるから、ね、なるほど、うん、やっぱソニックシリーズで一番怖いね、シーン、これ歴史ですから、うん、そこからの解放、安心する、ね。いや、なんかラッキーだったね。確かに意図せず誘われた。まあ、エメラルドは結果なかったけど、いいレベルアップアイテムが手に入ったな、うん、この上だよな。うん、あ、もう快適じゃない。オッケーオッケー、いい感じ。え、結局どこなんだろう、エメラルドは。そうね、それが分かんない。真ん中の方で反応があったんだな。そうだよね。お、黄色までは行ったんだよね。緑反応が来て、壁に並んだ骸骨の下の地面を掘ると、壁に並んだ骸骨、この辺で反応あったよな。そうね、本当ね。ポーションの扉の先の部屋って言ってた。ポーションの扉見つけてないってこと？別のポーションがあるってことになるよな、きっとな。この辺反応いいんだけどな。横の道とかもまだあんまり行ってないから、ちょっと見てみたら、なんかある。空間空いてた今。あれ？マジ？あれ？あ、別ポーションだね、これね。さっきと違うもんね。あ、そうだ、違う部屋だ。違う部屋だ。鉄くんポーションあったの。え、どこだ。え、壁の壁の、あ、ここなの。
くとほら壁の方かな。よっ、ここか。ここじゃない。なんつったっけ、骸骨の下。下だ。もうちょい下？下？あ、これか。オッケーオッケー、壁じゃなくてね。はい、床かい。ことか。この部屋何？あ、ちょ、マジでブー。秘密の部屋入ってた。ここは？こっち登れる？いえない。登ってこれたけど、なんもねえか。あ、なんかなんもねえな。もうちょっと入るんだけど。あー、まあそうだな、秘密の部屋ってだけで一旦こんなもんかな、うん、奈落への道何なんか下の方だけど奈落への道とんでもないヒントキーワード。ヒントでもなんでもないんだけど奈落への道、だいぶでも下の方まで行ったわ。細い通路へスイッチ1。スイッチ1だ。まずスイッチ1押せってことか。うん、押してみて水位が上がる。まあれだよね、エアーネックレスの効果で、うん、もう水中も自由に探索できるから、うん、一緒の道。反応あるな。こっちか。行ったことない道だね。こっちっぽい。もういる。よっ、ほっ、あ、下に、すごい下に。エアーネックレスがすごい役立つエメラルドだね。本当だよね。てかなかったら無理くね。可能性あるぞ。これ行き止まりか。この墓場みたいなとこまで来たけど反応はある。え、でも掘れないよな。うん、泳いでる時も掘れないわ。反応まだ残ってるけど、こっち、お、反応が、あ、なんか別のルート来た。すごい見えない、見えない、何、見えない、ある、あ、来た、エメラルドだ。動いてる動いてる動いてる、いけ、よーしなさい。いや、むずかったね。あ、でもなんかアクアティックワインの面白さを遺憾なく見れた感じがする、ね、そうね。うわー、でもまだまだエアーネックレス嬉しいな、うん、水の中行き放題じゃん。これはもうランク A 取るのには必須アイテムと言ってもいいよな。なるほど。うん。タグ。あ、お昼になったね。うん。ダイルス、なんか分かったのか？残り6つのカオスエメラルドは地上のどこにも反応がないんだ。もしかしたらエグマンたちは宇宙にいるのかもしれない。ああ。マジ？スペースコロニーにいんのかな？ナックルス、あ、ね、ここ合流すんの？二人とも久しぶりだな。いや、参ったぜ。エメラルドのかけら探して炭鉱から出てくる。あ、エアネックレスつけてる。うん。で、ちゃんと映像にも反映されるんだね。なんだよ。いいから解きなさいよ。なんで？なんで？どうした？急に？なんで急に喧嘩し始めちゃったの？オッケー、じゃあそこで合流だ。さすが天才メカニック。危ない。若干ナックルズが行かれそうになって、いつも置いてかれるエミ。確かに。じゃあ宇宙に向かって進んでて、何このゲーム。急にカレーさんだったんだけど。全然違うゲーム性が始まるからね。面白すぎるだろ。それからめちゃくちゃ